ジェイク・デニスは、フォーミュラ E ーーチャンピオンとして成功を収めつつ、同時に、レッドブルの開発ドライバーとして活動している。数ヶ月にわたり、シミュレーターに参加し、2024年型 RB20 マシンの製作に貢献している。ジェイク・デニスは、ルイス・ハミルトンに対し、今年マックス・フェルスタッペンとの F1 タイトル争いを再開することは忘れるように言った。シミュレーターで開発中のマシンを運転した RB20 に、F1 ファンが何を期待できるかと問われた彼は、 我々は、レッドブルチームに、再び、非常に速いレースカーを手に入れた。フェラーリやメルセデスのように、一晩で、一秒、ラップあたりの差をつけられるようなことがない限り、僕らが、再びチャンピオンになることを期待している。おそらく、マックスが、圧倒的な強さを発揮することで、F1 は、かなり退屈なシーズンになると思う。レッドブルは、RB19 マシンが競争を圧倒し、昨年開催された22レースのうち、 1>, 1レースを除くすべてで優勝した。デニスは RB20 の開発に重点を置き、2023年型マシンの開発はシンガポール以降一切行われていないと述べている。これにより、レッドブルは早くも2024年のマシンに焦点を当てており、競争相手たちにとって不気味な状況となっている。コメント、フォーミュラー E チャンピオンのジョイク・デニスは同時にレッドブルの開発ドライバーとして活動している。 ジェイク・デニスは、ルイス・ハミルトンに対し、今年マックス・フェルスタッペンとの F1 タイトル争いを再開することは忘れるように言った。我々は、レッドブルチームに、再び、非常に速いレースカーを手に入れた。という話です。